パワーウルフは、ドイツ出身のパワーメタルバインド。人道伝説や、吸血鬼などに関するテーマを根幹とし、暗い宗教的な逸話を融合させたゴシック調の楽曲を展開。コープスペイントを施したルックスを特徴としている。2003年、チャールズとマシューのグレーウルフ兄弟を中心に結成。2005年、ファーストアルバム、リターニングンラッドレッドでデビュー。ルーマニア出身のボーカリスト。 アッティラ・ドルンが、母国の首都ブカレストの音楽学校でクラシックオペラを学んでいたり、ルーマニアの人道伝説などを好んでいたことから、それらのホラー的要素を内包したスタイルを特色として始める。2007年には同じく人道伝説などテーマに、さらに作り込んだコンセプトアルバム、ループス・デイをリリースする。2009年4月、サードアルバム、バイブル・オブ・ザ・ビーストをリリース。 2011年7月、ホースアルバム、ブラッドオブザ・セインツをリリース。ドイツ・カールスルーへ公演2012年、EP、ウルフス・ノクタ・ツアー・ EP と、初のライブアルバム、アライブ・イン・ザ・ナイトをリリース。2013年7月、フィフスアルバム、プリーチャーズ・オブ・ザ・ナイトをリリース。2015年、シックスアルバム、ブレスド・アンド・ポゼストをリリース。2016年、 セカンドライブアルバムザメタルマスライブをリリース2018年セブンスアルバムザサクラメントオブシンをリリース2019年9月時点ありがとうございます